突然話しかけてすまない。君は義理を何よりも大事にする人らしいな。戦乱の世において情に流された者の末路は大抵悲劇だ。だから君も気をつけた方がいい。忠告ありがとうよ。だが人間すぐには生き方変えられねえだろう。俺みたいな凡人ならなおさらだ。だったらよ、大切なもん抱えながら苦しみもがいて生きてくしかねえ。なんだよその顔は。いやすまない。俺と同じような悩みを持っているようだから驚いて。なあ、だから急にあんなこと言ったわけか。ま、お互い頑張って生き抜こうじゃねえか。戦乱の世ってやつをさ。